リアンンンデビッドサンプソンはアメリカ合衆国ワシントン州キング郡レドモンド出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のシカゴカブス参加に所属。2011年の MLB ドラフト16巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが、この時は契約しなかった。2012年の MLB ドラフト5巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、 参加の A-9 ステートカレッジ、スパイクスでプロデビュー。11試合に登板して0勝1敗、防御率2.95,44奪三振を記録した。2013年は A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、25試合に登板して5勝8敗、防御率5.14、85奪三振を記録した。2014年は、 AAQ アルトゥーナカーブと AAAQ インディアナポリスインディアンスでプレーし、2球団合計で28試合に先発登板して11勝6敗、防御率2.96、109奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年は AAAQ インディアナポリスでプレーした。2015年7月31日に、 j ハップとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級タコマレエニアーズでプレーし、2球団合計で28試合に先発登板して10勝12敗、防御率4.76、123奪三振を記録した。2016年は開幕からトリプル A 級タコまでプレーし、6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでの登板はこの1試合のみだった。2016年11月2日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍した。11月18日に40人枠外となった。2017年はルーキー級アリゾナリーグレンジャーズ A 級ダウンイーストウッドダックス AAA 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、 3球団合計で8試合に先発登板して2勝2敗、防御率3.45、21奪三振を記録した。2018年、マイナーでは、トリプル a 級ラウンドロックでプレーし、33試合に、登板して8勝4敗、防御率3.77、85奪三振を記録した。9月3日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 この年メジャーでは5試合に登板して0勝3敗、防御率4.30、15奪三振を記録した。オフの11月30日にノンテンダー FA となったが、2019年1月4日に、レンジャーズとマイナー契約で再契約し、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。二千十九年の開幕は、トリプル A9 ラウンドロックで迎えたが、四月一日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月17日のセントルイスカージナルス戦でメジャー初勝利。2019年11月22日、韓国プロ野球のロッテジャイアンツと契約した。2020年は9勝を記録するも、2021年保留選手名簿から外され同年限りで自由契約選手となった。2021年5月11日にシカゴカブスと、 マイナー契約を結び、トリプル A 級アイオワカブスに配属された。ありがとうございます。